はい。今回は。 山際経済再生省が辞任したという、まあえー、こ最近のニュースですねこちらについて、えー、ちょっと考えて、えー、お伝えしていこうと思いますのでよかったら最後まで聞いていただければと思いますまあ,あもう本当超最近のこれニュースなんですけどこ,この件に関して皆さんも、えー、お思われるところが、えー、あると思うんですよでそのことについてとあとはですね、えーまあ、やっぱりこの山際っていう人ですよね、えー、このの人っていうのは本当に えー、なんていうのかなあー、まあ、忘れたとかううとぼけがまあ多いと、まあ、そういったことについて、えー、ちょっと、まあ、あ気になる角度からこの件を考えていきますので、えー、今回もよろしくお願いいたします。まずですね、まあ、どういった、まあ、ニュースなのかというと、えー、ニュース一部ですね、えー、引用いたしますね。 山際経済再生担当省は24日旧東丸協会をめぐる問題を受け閣僚辞任する意向を固めたと山際と 教団の接点をめぐっては外部からの指摘で新たな事実が浮上するたびに追認する事態が続いて岸田首相は山際の責任説明責任を十分果たせないと判断した事実上の更迭と見られると、まあ、こういった話なんですよ。で、まあ、あ皆さんも、ねえーまあ、思ってらっしゃると思いますしこ山際って、えー、よくね、えーな、なんていうのかないろんなことをまあ言われてるんですよ。なんか 引き,際ごど引き際がどうとかねそういうことを言われてるんですがこれ何かっていうとこの山際っていうのは度重なる東丸教会の、えー、問題つながりをですねことごとく隠しては、えー、後にバレて、えー、後出しするみたいなそういったことを繰り返し、えー、そういったところに国民からですね、えー、あの何、ー、ていうのかな、えー、まあ不,不満の声、えーまあ、怒りの声が、まあ、出てるっていうまあこういった、まあ、人物なんですよ。で皆さんんももここれれっってらっしゃると思うんですが僕もこれ結構 結構思うんですけど、<laughs> この、えー、山際っていうのはね、えー、このトーマル協会の問題で結構いろいろまあ。 話題になるんでですすが、えー、この人物ですねな何かっていうとこの経済再生省っていう、まあ、経済再生大臣ですよね経済のことをあのこの人一応話す立場にいるんですがこの東丸協会の話でですね、えーまあ、そんなところではないんですよだから皆さんも僕も思いますが僕たち日本国民にとってですね今抱えている問題じゃないですか円安物価高ということで国民の生活が厳しい状態にあるんですがそういったものを本来は 国会で話し合う、えー、席には、ねえーまあ、持ち上げて、えー、話し合う,あの会う必要があるんですよ。全然これ話にならな,ないんですよ。この山際が東丸協会の問題を隠す、えー、バレる、隠す、バレるとかそういったことで。 あのまあ本当に大切なその経済、あの経,あの経済対策とか、そういったものに全然ならないんで、全然その国民のためになってないっていう、そういった意味で、これ、1つの大きなえまあ問題があったんですよ。でまあこの山際がですね、まあ、今回、まあ 大で、えー、まあちょっとこの大臣を辞めてもまだですねまあちょっとなんだろうあまあ謎なことを言ってるんでそのことはあこの後に、えー、お話しするんですが皆さんもですねこれ結構あの疑問に思ってると思うんですが僕もおかしいなと思ってることがあって、えー、この山際とですね東丸協会の、えーまあ、この内容っていうのがいくつもいくつもあるんですがあの2つね、えー、これっていうのはほぼ もう。 まあ、ほぼっていうかもうあるんでしょうけどそのつながりっていうのはもうねでほぼまあそのつながりがまあ,あ山際と遠るっていうのはずぶずぶなんだろうなっていうことをでそしてそれに思う、まあ、そのなんていうのかなうまく言えないんですけどすいませんあの情報と、まあ、内容と、えー、その解釈っていうことでね、うん、あのお伝えしていきますまず2つあるんですよ今回は2つそちらについてお伝えしていこうと思うんですが1つ目なんですが山際はですね2016年にネパールに、えー、行ったんですね これをあの覚えてないって言ってるんですよ。今2022年だから6年前じゃないですか。6年前にネパールに行ったことを、えー、覚えてないんですかね本当は覚えてると思うんですよ。ただ、えー、覚えてないっていう、まあ、とぼけてるんですね。で、この山際が言う、まあ、なんていうのかな、その、うん、なんていうんでしょう、言い訳っていうか口実なんですが、まあ、記憶にないとかね。 資料がないとか証拠がないっていうんですがおそらく資料がないとか証拠がないっていうのはこれは資料と証拠を処分してると思うんですよ。<laughs> あのバレると山際とあの東丸の関係がつながりがバレるじゃないですか。あのまあ、日本にはね政教分離っていうのがありますからその政治と宗教がね、えーまあ、あの一体化してはいけないんですよ分離、えー、してないといけないんですがそれにあの反しますからこの、ね、自民党議員と東丸協会の関係政教分離に反するんでだからそういうことを。あの ひたすすら隠すんですよねで山際っていうのはあそういったものが表に出てはいけないから、うん、資料とか証拠を処分してると思うんですがで何か都合が悪いとなると記憶にないって言うんですけど「いやいやいや6年前の話忘れてるわけないでしょ」っていうそういった話なんですがまあとぼけるんですよ。で あのこのこ山際がねネパールに行ってスピーチをしていたっていうことが、えー、何かで分かってるんですけどそれをとぼけてるんですよ。いや,いや大丈夫ですかって、うん、もうそのもうバレてるわけですよこう,こういったものがいろんな角度から追及が入って6年前にネパールに行った現地の使徒がある。で この山際だけじゃないですから、そこに行ったのね。で、そういった人が例えば写真を出したりとかあしてる。で、この山際が東丸協会とですね、えーまあ、このスピーチをしてる、えー。そういった写真が出てるにもかかわらず、全く忘れたとかね、もう忘れた、うんうん。記憶にないとかね、忘れるわけがな,な,ないと思うんですけど、まあ、こういったことを隠している。これっていうのは、政教分離に違反することを隠している。えー、それを、まあ、何が何でも言わない、えー。そういうことを思います、ね。で、本当にねあの、6年前のことをあの忘れてるって言うんでしたら、 もう議員とか大臣とかやってる場合じゃないんですからね、うん、本当にこれ、あのもしも本当にそうであるならばね、えー、ちゃんと見てもらった方うがいいって、そういった話だと思うんですよ。まあとぼけてるだけだと思いますけど。で、もう一つあるんですね、こんなことも忘れるわけがないんですよ。あの2019年の、えー、話なんですが、山際とですね、えー、この東丸協会の、もう実質のこれトップなんですかね、このカンツル子っていう、えー、このこのこの人物、あの韓国のね、えー、この女の人。うん ほぼ実質、東丸協会のこのトップにいる山際と、この菅鶴子がですね、一緒に写ってる写真があるんですが、これを覚えてないととぼけてるんですね。いやいや、あの、山際が、まあ、山際をはじめ、まあ、あのまあ、議員とかが、 まあずぶずぶに親しい東丸教会のその上の方にいる人間とね一緒に写ってる写真が、えー、忘れるわけな,な,ないじゃないですかで山際とこのカンツ鶴子ってほとんど隣ぐらいに至近距離であのいるんで、うん、そういった写真が、えー、出回ってるんですがこれもとぼけてるんですよね。うん、あの 記憶にないとかね記憶にないわけないじゃないですか。もう本当にと,とぼけすぎですよね。忘れるはずがないし、もう本当、なんなのかっていうことを普通に思うんですよ。で、えー、この東丸協会の問題っていうのは、まあね、えー、国民の関心も高いですし、まあさまざまな角度から、まあ、追及されるんで、山際っていうのは、この国会でですね、他の議員に、えー、この東丸協会の話を問い詰められることがよくあるんですけどいろんなことがばれたり、ね、そんなことを言ってるんですが、この山際 あのですね何て言うのかな、うん、もう本当にえ理解不能だなとかって思うんですけど、まあのよく後出しするとかって言うんですけどね山山際問い詰められた時にこれ以上まだ出てくるかもしれないとかっていうこと言ってんで一体どれだけ出てくるんだっていう話じゃないですか。で本当にこの協会と この、えー、山際ってそうですけどこういうあのズブズムなね関係にいる人間選挙政教分離に、えー、まあ、全然反してる人間がこれ大臣にいること自体がおかしいんですよで今回この山際っていうのはあの大臣辞めますって言ったんですけどもっと早い段階で、えー、辞めさせる必要があったと思いますけどね、うん、このあの岸田が内閣改造とかって言ってましたけど、まあ、それもまたちょっと謎が多いですけどその時とかにもうだこ 今、この辞めるっていうニュースが出る前にあのもっと早い段階で、えー、山際を辞めさせる必要があったんじゃないかと、えー、僕は思います。そしてですね、この山際が言ってる非常にこれ謎の,謎のことがあるんですけど山際っていうのは山際経済再生大臣っていうことなんで、まあ、大臣なわけじゃないですかで山際は大臣を辞めるって言ったんですけど、えー、議員を続けるって言ってるんですけど議員を続けるっていうようなそういったことを言ってるんですよ全く意味がわからないじゃないですか。 東丸協会とズブズブに、えーまあ、あつながっていたことがばれてで大臣を辞めるんだから、えー、それ議員を続けるとかじゃないと議員も辞めるる必要があるんですよ。よくもまあこの東丸協会の話でね散々のこの,あのことを隠して嘘をついて議員をやり続けるっていうもう本当にあ,のあきれますよね。あ,あきれても何も言えないっていう、えー、そういった感じなんですがまあ何も言うんですけどねこっから。うんで おそらくあのこの遠丸教会の件もそうですがまあ僕とかまあリスナー様は一般人なんでね僕たち一般人なあまあわからないところも多いんですけどこのまあ議員でね国会議員でいるっていうことはまあその金銭の恩恵をはじめ様々なおそらく恩恵をあの受けられるっていうことだと思うんでだからあのこれ山際って大臣を辞めても議員はまああのし続けようとするんでしょうねだ皆さんも思ってるでしょうし僕も思うんですけどこの山際っていうのは大臣を辞めてあの議員 もやめるべきですよ、うん、別にもう大臣も議員もや、えー、める、えー、必要のこれある人間だと思います何かね都合があの悪いことが出ると、えー、と,とぼけるわけじゃないですか、うん、記憶にないとかね、えー、資料がない証拠がないっていうのは処分してると思うんで記憶がないと言ってと,とぼける、うん、そういうまあ人間なんでね、えー、もうこれ政治家として、えー、あのー、なんだろう活動してるもう人間ではないと思うんですよで多分こちらの内容は皆さんも同じようなことを思ってらっしゃると思いますので、えー、教科 していいいいただけるまあ部分が多いんじゃないかと思います、まあ、今回はこのね、えー、山際が、えー、大臣を辞める山際経,経済再生省がまあ辞任したっていうね、えー、まあニュース最近のニュースっていうけどこれ今日か昨日ぐらいのニュースなんで、えー、見た方、えー、あのいらっしゃると思いますので何かしらご参考になっていただける点が一つでもあれば何よりですということで今回のコンテンツここで終わりです最後まで聞いていただきましてありがとうございました。